以前にね、北高でね、お話ししておりました腰ベルト周り、僕のね、装備ちょっと変わりましたっていうね、紹介をさせていただいてまして、装備ね、ちょっと腰ベルト紹介させていただいたんですけど、その中でね、一つ何か、もう一個ポーチちょっとなんかいいのないかなっていう話をね、させていただいてまして、そっからね、結構いろいろ調べてなんかないかなとかね、大きさとかデザインとかなんかないかなって探してたんですよね。で、僕自身が、まあ人それぞれね、装備持ち歩くもん違うんですけど、僕自身が普段携帯してるね、小物関係であったりとか、そういったものがね、手ぶらになるように、まあベスト金でもいけるように、何か入るサイズのね、大きさのもの何かないけど、鮮度探してた中ね、決まりました、決まりました、紹介します。これリーニアのポーチですよ、リーニア。結局ね、このね、リーニアにね、たどり着きました。まあ当初からね、リーニアさんのこのポーチね、候補にはもちろん入ってたんですけど、他に何かないかなとかね、いろいろ探してたんですけど、結局ね、同じメーカーにね、戻ってきましたよ。やっぱりつけた感じのね、統一感ももちろんね、同じメーカーっていうのもありまして、デザインもね含めて、統一感あるんで、他にね、これ以上いいものがね、見つからないですよ。やっぱここにね、帰ってきました。まあ人それぞれね、もっと大きいのじゃないと入らんとかね、それちょっと大きすぎるとか、いろいろあると思うんですけど、僕自身が普段ね、必要最低限持ち歩いてる部分はね、漏れなく入ります。で、これのポーチね、めちゃめちゃやっぱりね、いいんですよ、リーニアさんのポーチね。ちょっとね、紹介していきましょうか。これがね、全部見た目ね、表目になるんですけど、裏行きましょうか、裏。裏がね、モールシステムになってます。以前にね、お話しさせていただきましたけど、モールシステムになっとるんでね、拡張も取り付けもしやすいですね、ベルトと一緒に。で、こっち側の表面から行きますと、ここにね、ジッパー、チャックがあります。これはね、わかりますかね、止水タイプになってますよね。これをね、ちょっと開けましょうか。よいしょ。こうやってね、これもね、指引っ掛けれて、めちゃめちゃ開けやすいんですよ。ちっちゃいやつじゃなくてね、しっかり指入れれるんで、めちゃくちゃ開けやすいですね。で、ここのね、スペースもね、ちょっとわかりますかね。こんな感じのスペースになっとるんですけど、まあ、マチがあるんかって言ったらマチはね、そんなにないんですけど、十分ね、まあ、人それぞれ入れるもんね、いろいろあると思うんですよ。僕もね、使ってる中でね、どうしていこうかとか、ここに何入れようかとかね、いろいろ決めようかなと思うんですけど、まあまあ、なんやろな、今パッと思いついたのが、都選の券やね、都選券入れたりとか、小銭ケースぐらいやったら十分入りますね、ここに。十分入ります。止水タイプでね。で、まあこれが表面の一箇所でしょ。で、メインがね、このチャックのメインの方もね、開けやすいですよ。こういうね、持ちやすいように、こういうのをきちっと考えられてますよ。めちゃくちゃいい、これ。で、これでね、開けますと、ここのチャックもね、わかりますかね、止水のね、タイプにはなっております。完全防水ではないですよ。完全防水ではないですけど、止水のね、タイプになっております。で、これがね、ええんですよ。結構なマチあるんですよ。マチ。こんだけあるんですよ。いいでしょ？マチがね、こんだけあるし。で、なんかメインのね、サイズ感分かりにくいですかね。まあまあ、まあまあ深いですし、まあ、手のひらなんてすっぽり入りますよ。手のひらすっぽりもちろん入ります。マチもこんだけあります。だからね、まあまあ人それぞれ入れるのね、いろいろあると思うんですけど、まあ全然二つ折りの財布やったら入れれるし、携帯ももちろんね、入れれますし、あとはまあタバコ吸われる方やったらね、タバコも全然入れてもね、それでもパンパンならんと思いますわ。こんだけあったらめちゃめちゃいい。ほんでこれメインの入り口じゃないですか、入れるところね。ほんで中に一箇所ね、背中面にね、もう一箇所あるんですよ。間仕切りあって、これ間仕切りがついとるんですよ、ここね。ここにもなんか、結局ね、一個の入れ物やったら中でごちゃごちゃになったりとかするじゃないですか。だからちょっとね、小分けにできるような、こういうマチってめちゃめちゃ助かりますよね、間仕切り。めっちゃ助かる、こういうの。ほんまに。で、まあここにね、ちょっと D 缶とかついとるんで、まあ鍵とかね、入れてもいいかなと思います。まあこういうね、ただ単にね、ゴボッとした袋タイプじゃなくて、
中にねきちっと間仕切りもありの、D カーもついてるし、なかなかの街あるし深いし深いほんまに手のひらほんますっぽり入っとりますからねほんまだから僕が普段持ち歩く分のねベスト着てた時に入れてたようなやつまああんまりそんなパンパンには入れてないんですけどねそんなものをやったらきっちり収まりますねここにだから月直も腰ベルトだけで移動できるとめちゃめちゃ身軽になりましてめっちゃ楽絶対にこれで収まるんでねこれをね腰ベルト一回つけてみましょうかよいしょよしいけますかねよいしょここにね、こういう感じでつけていきましょうか、ここにね。ほんで、言うてました、このモールシステムあるじゃないですか。これね、まあまあ、これ一回抜くじゃないですか、ここね。通せるなんて、抜いて。ほならね、ここ、こっちが底面の方。これね、ちょっと固なってるんですよ、ちょっと厚手でね。わかりますか？ちょっと厚手で、しっかりした、固くなっとるんで、これを、こうした方が分かりやすいですかねこうした方がこれを中側に通すじゃないですかベルトをね中側に通しましてほんでこの熱いやつを下側からモールシステムに通すとこっち側に通すと通しといたら結局これポーチ重くなってもしっかり止まるんですよね。これね、ここしっかり止まるんです。ね、こんな感じですわ。ちょっとつけてみましょうか。ちょっとつけてみよう。よいしょ。よし、こんな感じ。ここね。ここにはね、餌箱つくんで。ここにはね、餌箱ついて、まあタオル入れるじゃないですか。ここタオルついとるんで、餌箱でしょ、左が。で、右側のこの前からついてたポーチの中に、このね、針とかガン玉とかのケース。で、僕はハリスでしょ。これでもね、まだ、あれですよ。まだスペースあるんでね、もうちょっとなんか入るんですよ、ここにも。で、リリース。グリップでしょリリースグリップでプライヤーでしょほんでポーチ最強最強ですわこれマジでで救命具ついてるしこれで全部収まるほんまにめちゃめちゃいいっすよこれめちゃいいよいしょこんな感じっすねよいしょこんな感じですつけた感じねポーチ完璧救命具もう幅とかサイズ感完璧ですわこれほんまにこれでほんまに腰ベルトだけでまあまあベスト最近着てないんでねベスト金でも、腰ベルトだけで、全部必要最低限のやつを持ててで釣りできますめちゃめちゃ足楽ですよこれ肩こらんと思いますわこれだけで済むんでこれねこんだけついててもそんな重ないんですよね。まあここは何も入ってないですけど、まあまあこれ、ほんでベルトをね、この前紹介したみたいにベルトしっかりしとるんで、よれへんのですよね。よれへんから、餌箱とかつけててもしっかり保持できるし、最強ですわこれ、ほんまに。整いました、これで。これでいこう。やっぱ同じメーカーで揃えたらね、全然見場がちょっとマシかなと思います。プライヤーケースは、ね、プライヤーケースもあるんですよ。あのリーニアさんからね、プライヤーケースもある。ただ僕はこの革タイプがちょっと使いたかったんで、プライヤーケースはね。で、あえてのこの革なんですけど、これでいけるんちゃいますかね。まあ結構ね、いろんなね、釣り場でお会いする方とか、やっぱりね、それぞれ個性ありますよね。道具とか、装備関係ね。結構楽しいんですけど、人それぞれのなんか装備関係ね、好みが出る、個性が出るというところでね、僕はこれにね、落ち着きました。
あと前のね、黒大工房さんのベルトもむちゃくちゃ使いやすかったんですけど、薄手でね、良かったんですけど、やっぱりねちょっとよれるというか、ほんでもう長年使ってますし、結構擦れたりとかね、してきてたのもあって、ちょっと変えようかなというところでね、ベルトと一緒に、このねポーチ関係とか装備関係ねちょっと見直しまして、ちょっとね変更したというようなところで、これでね落ち着きましたんで、ポーチねいろいろ探されてる方なんかね、みんなそれぞれいいやつ使ってはると思うんですけど、僕はこのリーニアさんに帰ってきましたよ。結構悩みました。ほんまにねいろいろ調べたんですよ。まあ Amazon であったりとかね、まあなんかサイズ感とかちょっとイメージしながら、いろいろ探しとったんですけど、やっぱりリーニアさんかなと。まあベルトもねリーニアさんで行ってるし、1個ポーチねリーニアさんで行ってるんで、もう1個ね同じようなデザインというかカラーというかね、そういうのをちょっとねまた変えるとちょっとそこ浮くかなとかね、いうのもありまして、リーニアさんに帰ってきました。で救命具は、黒大工房さんのね引き継いでこのタイプにしております。救命具ね、ほんまにさっきも言いましたように、ほんま道具の、揃える必要な道具のね一つに必ず、なってますんで、これはね、例えばねこれ腰型のねポーチというか腰型のタイプなんですけど、中にはねこのベストタイプね、後ろから回してベストタイプのね、救命具ももちろんあるんでね、必ず必要になってくるものです。だからまあまあそういうのもね、装備揃えるね、これから、ヘチ釣り、まあ釣り全般ですけど、ヘチ釣りでね、腰ベルトとか装備とか、今後これから揃えていこうかなとね、思われてる方、やっぱりね、その中に選択肢というか、その中にね、必要なものの一つとして、救命具っていうのはね、釣り人みんなね、必要なものになってきますんで、そういったものも含めてね、好みのね、装備を揃えていったら楽しいかなと思いますんで、まだね何かちょっと変更点またありましたらね、当分これで落ち着くと思います。まあまあもうあと必要なもんないですからね、ないな、うん、ないな。まあ夏場になったら飲み物入れるねペットボトル入れるケースとかつけてる貼る方はねおられると思うんですけど、僕ねペットボトル飲み物持ち歩かないんで、去年の夏もね持ち歩いてないんで、それはねつけることはないかなとは思いますけど、またつけるんであればね、探さなあかんなまた探さなあかんけど、まあつけるんであればそういったものがまた追加されるかなと思うんですけど、まあまあ当面はねこの装備でね釣りに行きたいと思いますんで、また変更点ありましたらね、ご報告させていただきたいと思います。じゃあね。